それでは山瀬選手の試合後インタビューを始めたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。まずオフィシャルから質問です。試合後の率直な感想をお聞かせいただけますでしょうか。いや、なんかこんな嬉しいんだって思いました。嬉しすぎてちょっと、いや、あれだけ負けた時泣きじゃくってるくせに、なんか嬉し勝った時はなんか感情が振り切れちゃって、なんか何の実感もわからないっていうのが正直なところですね。はい。あの、こう昨日の計量のフェイスオフの時に、はい、こう仮面をつけた萩原選手がこうおでこをつけた時に、はい、こう会社員からファイターにこう目の色が変わったように見えたんですが、あそこでこうガチッとスイッチが変わった感じですか。演出です。あということにしといてください、はい、あそこで結構ファンの方胸をグッと掴まれたような気がしたんです。よかったです。はい、ありがとうございます。それでは、今回対戦を終えて萩原選手の印象は、戦う前と後と違ったところはありましたでしょうか。イメージ通りだったですね。なんか弱みに自分相手が弱みを見せた時の嗅覚とか、攻めどころをわきまえてる感じは試合中も感じて本当に怖かったですけど、まあ、ただやっぱり、ここが弱点だろうなっていうところはイメージ通りだったので、そこは問題なくできたかなと思います。はい。1ラウンドの最初の頃に、あれはキックで倒されて、そうですね、バックスピンキックをもろに受けてしまいまして、はいはい、もう自分が硬かったですね、序盤本当に。さっきちょっと映像を見返したんですけど、硬かったです。あれは効いたというよりも、どちらかというとフラッシュダウン的な、びっくりしたというような。多分向こうも当たると思ってなかったぐらい、多分ソフトに蹴ってたと思うんですけど、自分も当たってびっくりしちゃって、単純に体勢崩したって感じですね。はい。でその後はやはりこうどちらかというと打撃よりも寝技の方で攻める、あれは最初からの作戦ですね。向こうから近づいてきてくれるんだったら組んじゃおうかなとは思ってたので、追撃をしてきてくれたんで組もうとしたんですけど、ちょっとその組み方の形だと萩原選手結構強かったので、ちょっとぶん投げられちゃいましたけど、はい。今回その今までライジンでは何キロかいろいろな体重でやられていて、適正の66キロで、はい、そしてこう一本勝ちされました、はい、今一番したいこと、やりたいこと、食べたいものなどありますでしょうか。いや、もう本当実感が湧かないんですけど、とりあえず明日知り合いの結婚式なんで無事出席できてよかったなっていう感想ですね。はい。休日でゆっくりお休みというわけではなく、いや、試合決まる前から結婚式がもう予定が入っちゃってて、しかも受付やってくれって言われてたんでどんな顔で受付するんだこれって思いながら今日来てました。はい。ちなみに場所は、いや、ちょっと場所はちょっとよくわかんないです。あ、大阪とか、あ、東京です。東京っす。あ、東京に戻られるんですね。はい、急いで帰ります。お疲れ様でございます。またリングの上ではこれで調子に乗らずに格闘技に専念はしないと言われてたんですが、はい、今後も仕事をしながら格闘技を両立されると。もちろんこのスタンスでやらせていただければと思いますので、皆さんも飽きない間は付き合っていただければと思います。はい、ありがとうございます。また、それでは試合を終えたばかりですが、今後の展望をぜひ教えていただきたいんですが、よろしいでしょうか。そうですね、なんか今回の試合本当怖くて昨日の夜とかなんか子供の顔とか浮かんじゃうぐらい怖かったんですけどなんで、とりあえず本当にこの試合に向けて、奥さんも含め子供、子供は分かんないかもしれないですけどそして会社の人含め本当に迷惑かけだと思うんで、月並みですけど、その方々に返せるように頑張りたいと思います。はい、ありがとうございます。オフィシャルからは以上になります。その他ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。はい、ゴングフトニカコです。おめでとうございます。ありがとうございます。あのフィニッシュっていうのはその想定に入ってたんでしょうか。想定には入ってました。そうですね、今回の試合で相手のセコンドに岩崎さんっていう呪術家の方がいらっしゃって、昔自分も稽古をつけていただいたことがありましたので、それが逆になんか突きどころかなと思っていて、その時に見せていなかったことを今回の試合で出した方がいいなっていうのは思ってたので、それからその岩崎さんと練習しなくなってから得得したもの
をいくつか頭の中でレパートリーとして持っておいて、それを一つ出したって感じですね。はい、リストコントロールは、リストコントロールは昔から得意なんですけども、その萩原選手相手に三角締め、三角固めで使えるっていうのは、こう今回の試合に向けて練習してきたものなんですか？いや、もともと得意なんでその中で使えそうなものはの一つにあれがあったって感じですね。実際やってみてどうなるかなっていうのはあったんですけど、組んでみて、形を作ってみた感じいけるなと思ったので、もうそのままいっちゃった感じです。はい、セコンドの梅田さんからはどんな今回アドバイスが？今回梅田さんがめちゃくちゃ緊張しててリングイン時に自分のマウスピースを落とすわ、なんかなかなか拾えないわで、ちょっと俺に緊張が移りそうだったんでやめてほしかったんですけど、本当に喜んでくれて良かったなと思います。はい、事前に言われてたメインイベントの役者としての務めを見事に果たしたと思うんですが、はい、そこについてどう思ってますか？そうですね、ずっとライジン出てからずっと結果が伴わないまま知名度が上がっていって、でなんか本当に道とかで声をかけていただくこともたまにあったりしたんですが、その度に、罪悪感というか、なんか何もやってないのになっていう、その後ろめたさを常に感じてたんで、一つちゃんとした形で勝つことができて、本当に一安心してますし、ちょっとその罪悪感から少しだけ解放されて、ちょっと今胸が楽になってる感じですね。はい、しかしこれだけいい勝ち方をしてしまうと、こうアウェイでもあんだけ湧いたぐらいですから、おそらくこれからすごい有名人になってしまう可能性があるんですけど、それまでいかがでしょう？サングラスしたいと思いますちなみにそれは どちらのサングラスをつける予定ですか？ちょっとYouTube 見て勉強します。ありがとうございます。